この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せゴンドラはゴールド操作をめぐる旅に出ます。窓枠で切り取る。ほらクラウド、ゴンドラが来ちゃうよ。クラウド、乗って。ティファから。クラウド、ほら。これってハンドル？回せばわかる。よっと。さすがだ。ねえクラウド、見て。近くで見るとすごいね。チョコボの上はこんなものじゃない。今度私も出てみようかな。綺麗。エアリスには話したのか？ん？エアリス、あのね、クラウド、ザックスのこと思い出したみたい。5年前のザックス。え？まだだよ。そうか、まだ好きなのかな、エアリスはザックスのこと。そんなに単純な話じゃないと思うな。ねえ、クラウドとこんな風にしてるなんて不思議。そうか、そうだな。子供の頃のことを考えても、この旅が始まってからのことを考えても、やっぱり不思議。こんなに近くにいる。ねえ、また流されてる。また？うん、また。しっかり捕まれ。
ろそろ戻ろっか。ああ。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せゴンドラはゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られた木チョコボの上はこんなものじゃない。さすがは経験者。ここにいる。うん。でもね、なあティファから聞いたか、そのエアリス、あのね、クラウド、ザックスのこと思い出したみたい。5年前のザックス。え？なんだろう、特別なこと話してないと思う。そうか。
がとう、クラウド。別に俺は何もしていない。明日頑張ろうね、スラムの時みたいに。ああ、この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せ、ゴンドラはゴールドソースを乗せる旅に出ます。窓枠で切り、本当に乗るのか。こん中の方がいくらか静かだ。付き合い、炭鉱で働くことが嫌になっちまってよ。かといってやりたいことがあるわけでもなくて、プラプラと遊び回ってたんだよ。そんな時さ、ミーナと知り合ったのは一目惚れってやつだ。最初は全く相手にされなくてよ。一人前になってから出直しておいて坊やってなもんよ。それからは心を入れ替えて働いたぜ。ミーナに認めてもらえるように。最初のデートは遊園地だったな。といってもここみたいなでかいとこじゃなくて、こじんまりとした移動遊園地さ。木でできたチョコボに乗ってぐるぐる回されてよ、ゲラゲラ笑い合ったよ。俺の自分語りなんてつまんねえよな。今さら。あんたはいつもそんな感じだ。とにかくお前も運命の相手を見つけたら絶対逃がすんじゃねえぞ。ねえ、どっちだよ。何の話だ。お前は考えすぎなんだよ。その上後ろ向きと来てやがる。だから動けなくなっちまう。もっとガーッと行かねえと。あんたは考えなさすぎる。ああ、確かに。俺たちいいコンビかもな。かもな。もし思いがあるならしっかり伝えておけよ。後悔しないように。ああ。
話聞いてくれてありがとう。明日は思いっきり暴れてやろうぜ。ああ。カップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せ、ゴンドラはゴールド操作を巡る旅に出ます。窓枠で切り取られた。落ち着け。無理だよ。うわっ。出てるぞ。ごめん。なんだ。あのね、聞かなかったことにしてほしいんだけど、ミッドガルにいた時、エアリスとオイラは未来を知ってたんだ。ああ、そんな気がしていた。今はもう違うのか。うん、もう知らない。ミッドガルを出る時、フィーラーに奪われたんだと思う。そうか。運命の番人だったよね。お前がそう言ったんだ。そうだっけ。はあ、あいつらのことも忘れちゃうのかな。別にいいさ。運命なんて気にしない。気にしようがない。そうだね。でも一つだけ忘れないでほしいことがあるんだ。エアリスを守ろう。エアリスを守ろう。このことを忘れちゃいけないってことしか覚えてないんだ。じゃあ。なんだ。誓いの握手。いや、なんでもない。話せてよかったよ、クラウド。ああ。付き合ってくれて、ありがとね。ゴンドラをご利用ですね。窓枠で切り取られた。練習。
シュッ。何の練習だ。ん？やがて来る日のために。おい、エスコート。しゃぎすぎだ。移ってからは忙しくて忘れてたって言ってたけど。私の初恋の相手ソルジャーなんだよね。戦場で出会った、多分ソルジャー。その頃の私の最高の技を出したんだ。シュ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 ッ、拳から波動が出てるつもりだった。だから私はあいつがやられたって倒れた時も本気にしちゃってさ。でも全部文字通りの子供だまし。それに気がついてからもうあいつのことばかり考えちゃって、いつか本物の波動をぶち込んでやるってありえないくらい修行頑張ったんだよね。でもさ、よく考えたら優しいよね。普通にいいやつだよね。そんなこと考えてるうちに、はあ、好きかもってさ。そのせいかな、まだ波動は出ないよ。手伝ってやる。ん？修行？恋？恋なんて俺にはわからない。ああ、残念な私たちだね。
特に深い意味はないから。おい、なんとか言え。あー、憎たらしい。次、あいつと会ったらどうするべき？その時はその時、多分それが正解だ。しっしょで切り取られたきらびやかな景色。操縦は俺に任せろ。あ、操縦できませんよ。ただ乗るだけかよ、つまんねえ。操縦桿つけろ。ハンドルはあるみたいやけど。子供だましじゃねえか。まあまあ、景色を楽しみましょう。ほらほら、こないに近くで宇宙戦争が見られるやなんて大興奮ですわねえ。あ、わわ、えらいこっちゃ。やらやった。いやあ、危ないところでしたね。頼まれるんですけど、いやいや、結果が予言できるんやったら自分で書けるっちゅうねん。ねえ。ケットシ、静かにしてくれ。なんで僕が怒らなあかんのですか。もう下ろして。明日は客席から応援するぜ。頑張れよ。